でも梅原の負けっていうのは俺の負けでもあるんだよ、正直。能力を引き出せなかったって俺は思ったよ。まあそりゃそうね。本来勝てる能力があったかもしれない。いやっていうか真中さんと負けなんじゃないですか。俺のもうじゃないですよ。俺が負けた。俺が負けた。一番安全。真中さんこそ負けた。そうだ。いやでもね、そのつもりで俺全部真面目にやった。対戦は。まあいやじゃあすいません手離したけどな。俺ね、電車で今日来るときに、俺何戦やったかってさ、ちょっと確認したんだけど、何戦やったと思う？全部。両話ですか？全部。いや、でも、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。1日、その10先2回じゃないですか。だから、まあ、200ちょっとですか？まあそうだね。そうですよね。254やってたもんね。へえ。俺は全部真面目にやってるから、もちろん全力投球でいってるから、で負けるじゃない、例えば。そしたらまあ能力俺が引き出せられなかったと、本来勝てるはずのって気持ちで俺やってたから、ずっと。どう？254。ちょっと勝つのが厳しくなってきましたね。あ、少ないってこと？急にそれはもう梅原の希望で254。いや、まあしょうがないよ。でもそれはだって少ないってことか。254だって昔のゲームって戻るのかな。でも単純にそれ割る2だから1キャラ、まあ、12030ってことだよね、1キャラ。いやこれ勝ったらすごい、逆に勝ったらマジですごい。いやだって戻んないから、本来100何歩じゃん。いや俺は20年の時だからね。そう俺はね、1日も別にいいんだよ、5時間でも、ただ梅原の希望でもう10先を1セットずつやりたいと、あ、もちろんいいよと、全部真剣勝負でやってたの。それはもういや仕方ないんで、別にその数に対して不安があるとかじゃないよ。ただやっぱりお互いの時間を競り合わせて、まあでもようやく出して、まあでもあれじゃないですか、言うて仕事終わりでやって5時間はできないじゃないですか、もう。あ、まあね、実際問題ね。だからまあでもあんなもんじゃねえな。そうなんだ。俺もそこで勉強になってさ、あ、プロゲーマーでこうやってこう仕上げていくんだみたいなさ。何違う、間違ってたんだ今。間違ってる。なんかすっごい、もうこの上辺中の上辺をさってさらったぐらい。そうなんならプロゲーマーの頑張りの本当だ、この一部分だ、本当に一部分だけなとこだけさ。なんなら多分プロゲーマーでこうやってんだなじゃねえんだよ。3日でもっとやってます。3日でもっとやってるからです。ああ本当はね。なるほどなるほど。まあでもまあやっぱまあでもオンラインじゃないからな、いなきゃいけないからな。そう現地に行かなきゃいけないからな。俺さっきね遠かったでしょ。そう俺今日来たわけじゃん、ここまで。よくさ9日間往復してたなと思って。いや本当っすよ。いやそれで俺びっくりした、逆に。本当っすよ。こいつすげえなと思って俺。だってさ往復2時間でしょ、対戦してんのって2時間ないんだから。そうよ。マジか。大体10先がうわそう10先は 40,50 分なのよ。勝ったらすごい。マジで勝ったらすごい。それは逆に言う、負けたら恥ずかしい。見てんだろどうせおめえらよ。負けたらおめえ生き恥さらすことになるからな。本当に恥ずかしいぞこれで負けたら。だって言うてさ、激闘劇場じゃなくてあったじゃない、ソニーさんがやってくれたすごい企画、ギルティーの東進激突。あれ結構時間かけたよね。あれでね、あれ何本ぐらいか。いやーなんかいや覚えてねえな。でも配信自体は、多分2週間くらいなのよ、でその配信やる前にやっぱ2週間ぐらい先がする。だから1ヶ月ぐらいか、みっちりだよ。それはもうみっちりだったね。みっちりだったね。今回もう3週間っていうのがさ、ほんと丸々じゃないんだよね。ほんと45分ぐらいのちょいちょいちょいやってるから。そうああ、そう。いや、だって、いや、正味9日間ですよ。そうだよね。9日間で1日。いや、しかも9日間って、その9日間の中の1日がめっちゃ少ない。少ない。ああ、そうか。そう。いや、それ勝ったらマジすごいな。まあでも、仕上がりとしてはかなりいいと思う。いや、でも皆さんは多分想像できないぐらいキャンセル猶予時間も短いし、操作がほんとさっきも言ってたけど、すごい難しいゲームだからね。そうね、それすごいな。250とかで戻んのか。勝ったって俺がすごいとかしよう。それはそうかもしれないね。それはそういうことです。負けたら何割かぐらいだから落とし物拾ったぐらいだからくれてやるよ。いやそうだよな。まあでも勝ったら俺がすごいと。そうす、まあでもまあゼロ3っていうゲームはだいぶ思い出したとは思うんですけどね。うんそれは。いや俺最初さ20年ぶりぐらいにさ。ナッシュと竜やったわけじゃん。キレキて俺がナッシュね竜じゃん。最初10対9だったの俺が。俺が10対9だったのね最初から。俺9になった時にさ俺冷や汗かいたの。いやマジでマジで。いやそりゃそうでしょ。絶対負けられない戦いでさあの1を取るか取られるか。いやマジで結構俺ねリベンシブになったと思うんだよ。守りに入ったスパなのに。そう相当ディフェンシブになった。急にね戦う距離が離れてた。焦るね20年ぶりにやる。いやお前それ大丈夫か。最初から急に俺ねすごいな。知ってマジな話で俺のナッシュが弱いのか梅原が強いのか理由有利なのかってもうわけわかんないなって途中で。いやでも真中さんのナッシュは多分そんな強くないっすよ。まあそうだね。っていうかね多分俺その2001年にやったじゃないですか。あの時と多分ほんと変わってないと思うんですよ多分レベル的には。なんならジャスティス覚えたら今のがちょっと強いですよ。今のがちょっと強いですほんのちょっとね。ほんのちょっと今のが多分強くて。なるほどね。まあ基本は一緒だね。竜はでも今のが強いんじゃないかと思いますわ。ああそうなんだ。多分あ竜はどうだったの。竜は、まあ、直近2試合でいうと2日前俺4対10で負けてんのよ。ああそうなんだ。おお猪狩君ってやったことあるの。あるよ ZZ で。あるあるあるんだ。その時どうだったの。最初は負けた。やっぱ早いなと思ったんだよ現役の俺がね。猪狩の動きがね慣れてきてようやく最後ちょっと勝てるかなぐらい。ちょっと勝てるかなっていうのは要するにちょっと勝てるって本当その言葉通り例えば10回やったら4回ぐらい勝てるとかずっとね5先でやってたんだけど最後の2回は勝ったかな。勝ったって5先を取った。そうそうそう。おおそうなんだ。へえ。ああじゃあ全然。まあでもそれまでは結構ボコボコよ。本当の最後の最後だけいい勝負しただけ。急に2日前から変わりだしたの動きが。だからマジで桜木花道が急成長してんのになんかじゃあ休みっていう配信っつって合宿中でね。そう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 。今まさに伸びてきてとんでもないスピード伸びてきててどうしようもない。ようやくそのね参謀にも通じるぐらいのところでこの日は欠かせないから。しかもそれ俺の企画というお前。そうだよ俺の企画じゃ何でもないよお前。お前なんか持ってきたのそれ。マジか。いやお前それはもったいないよ。伸びてる時に配信だから配信だからそれはもったいないな。もったいないことした。いやいや違うお前それはさ単純にその経験的にももったいないけど03なんかもう本当やんないんだからね。もう終わりよ。まあそうだよね終わり。昨日最後まあでもね昨日まあいわゆる最後だよね竜対竜が10対9だったのよ終わったのが、俺が10だったんだけど、あれ良かったよね。まあ接戦でしたよね。すげえ面白かった。あれマジ面白かった。いやそりゃそうでしょ面白いよ。面白かった。こう迎えてる時に配信だからさ。お前なんであの日がなんであのいい感じの感触つかんだのに事前配信なんですか。バカだよ。ゲームやる気ないの全然。配信みたいな。そりゃそうだろう。俺何度も確認したんですよ。本当にやります。いややるよ。やった方がいいでしょ。いや視聴者見てるの。話すことないじゃないですか。いやあれゴンタ以来大丈夫だろう。あいつ喋らしていいんです。視聴者。いやいやいやあのねだって。